皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今日はね、まあ適当雑談ですよ。まあショート動画でもなく、まあショート動画だったらね、なんか簡潔に終わるんですけど、まあね、まあ、たまにはね、こういうダラダラってした動画であんま編集しないみたいな感じの、まあカットはするけどね、まあそういう動画もいいかなみたいな感じで撮っております。2、3回ぐらい遭遇したんだけど、全然止まってくれないんだよ、あいつら。ニュース見てねえのって、やってたよ、ニュースで。ニュースでさ、信号機ない横断歩道でさ、歩行者止まる、歩行者いたら絶対止まんなきゃいけないって、ニュースあったよね。なのに止まんないっていう、ね。お前どういう神経してんだ、バカ野郎に。ふざけんじゃねえっていう感じで、ちょっと疑問に思ったっていう。まあね、秋田はね、譲り合いの精神、東北でナンバーワンだと思ってたんですけど、もうね、信号機なし横断歩道では全く譲り合いないっていうね。もう自分可愛いから、ずっと行っちゃうっていう感じですよね。全部無視して。これだけはいかんねえ。っていう感じですよ、ね。フランクフルトでも食べて。ちょっと、軽く、雑談でもしましょうや。フランクフルト。うん。あったけ。でもワンチャンね、ショート動画上げるかもしんない。面白いとこあったら、この動画でも。面白いって自分が面白いと思ったね。うまっ。アメリカンドッグってさ、なんだろう。3年ぶりぐらいに食ったけど、美味しいね。やっぱ久々に来るとうまいわ。ジャンクフードってさ、ハンバーガーとか、そういうね、そういう系のジャンクフードっていつも食ってると俺ね、飽きちゃうんだよね。でも、たまに食うと、どの飯よりもうまく感じるっていう。うん。ああ、寒い。寒い。まあね、手がなけりゃ祈れねえとでもって言いたい、みたいなけど。祈りとは心の所作。腕がなくても祈れるのさ。っていうのは置いといてね。こう、広告とか、なんかいろいろね、朝入ってくる広告とかにもあったんだけど、なんか結婚のやつとかなんとかかんたらとかってね、結婚とかに関するやつ。俺に来られても、まだ俺、そういう結婚とか無理でしょ、みたいな感じなんですけどね。で、まあ昨今言われてますよね、その結婚しないとああだとか、結婚しなくても幸せとか、なんか結婚すればどうのこうのってあるじゃないですか。俺の意見としてはね、俺みたいなもうめんどくさがり屋の性格の人ってはっきり言ってね、結婚した方がいいと思うんだよな。俺みたいなやつは。まあ、今の俺は 99.5%、 いや 99.99% は結婚できないんだけど、いやーでも結婚したいよね。なんでかっていうと、自分のね、こう時間過ごせるっていうのも、まあ一人独身の方だとね、
まあ、いると思うんだけど、やっぱりなんか全部家事とか掃除とか、飯作ったりとかって、だるくね？もう一人で全部やるのだるいんだけど、マジで。で、家政婦さんとか雇うのもいいと思うんだけど、金かかるじゃん。まあ、結婚したいよねーっていう感じ。もう、どうでもいい、マジで。どういう人と結婚したいとかじゃない。もう結婚したい。誰でもいい、マジで。もうどんな見た目とか、どんな性格とかは、よほどのクズじゃない限り大丈夫だな。盾の勇者の成り上がりっていうアニメに出てくる赤い髪の女ぐらいクズな性格の女じゃなきゃ大丈夫。まあ、詳しくはね、アニメ見てもらえばわかるんですけど、あれはクズだよ、本当に。もうだってもう、アニメの女史上ね、多分トップクラスにイラッときたもんね。アプリ閉じようかなと思ったけど、ストーリー結構面白かったから見たっていう。っていうアニメ紹介も込みでした。いやー、結婚したいね。いろいろ、まあ、スシローのあの方を代表として、結構迷惑行為ってのが流行ってるじゃないですか。っていうのを見て、まあ、それ関連で見た記事なんですけども、なんとね、吉野家から、福神漬け生姜、紅生姜が消えてしまうっていう事態ね。俺ね、あんま最近はね、吉野家で食ったりはしてない、食ったりってかお店で食べたりはしてないんだけど、その時はね、お店で食ってる時は絶対紅生姜つけてたね。もう本当に吉野家の牛丼は紅生姜だったらもう、うまさ4倍5倍だからな。3倍4倍か。それがなくなるってのは悲しいね。まあ、それもこれもね、こう、迷惑行為した人が悪いから、まあ、その人がなんか、何かしらの責任を、こう、責任っていうか反省したり、なんかいろいろね、こう、悪かったです、みたいな感じのこと言って、なんかしてくれたら、まあ、紅生姜、吉野家の紅生姜は継続するんじゃないでしょうか。俺マジで吉野家の紅生姜消えたらもう本当に人生の楽しみ一つ減っちゃうな、みたいな。そんな感じですね。ネギ玉牛丼とか、吉野家のネギ玉牛丼頼むとの軽く2杯は言ってるもんね。もう気づいたらもうお椀2つあるもん。そのネギ玉牛丼2つ頼んで、2つ頼んでね、1つ頼んで、こうパクパクって食べたら、もう、意識ある頃にはもう隣にもう1つ丼があるっていう感じ。もうそんぐらい進んじゃう。ネギ玉牛丼だけでも進んじゃうけど、紅生姜があると気づいたら1つ増えてるっていう感じね。まあそういう動画でした。バイチャー。